ドラフト13番目のジンクス。10月24日にドラフト会議が行われ、大注目だった宗谷丸井は楽天、金丸夢とは中日がそれぞれ交渉権を獲得した。そんな中、パリーグで最下位に苦しんだ西武は宗山、石塚雄星の抽選を外し、3回目の入札で斉藤浩との交渉権を獲得。そして2位では長距離砲候補でもある渡辺誠也を指名した。1位の斉藤は高卒ということもあり、時間をかけて数年後の一軍デビューを目指すことになりそうだが、渡辺は早い段階での戦力化が求められる。その渡辺は2位の中では最も早い全体13番目の指名で、ドラフト1位に限りなく近い扱いを受けることも多くある。かなり期待値が高くなるが、近年の全体13番目ではどのような選手が指名されていたのか振り返ってみたい。2014年から2023年までの10年間において高卒は2020年の原型大ただ一人。それ以外は大卒や社会人出身で即戦力の期待を受けて指名された選手が多かった。しかし早くから確固たる成績を残した選手は多くない。過去10年を見ると規定打席に到達したことがあるのは藤岡雄大だけ。その他では捕手で併用されている太田光が目立つくらい。投手で規定投球回に到達した選手は一人もいない。金村翔馬が2年目の今シーズン136回を投げているのがシーズンの最多投球回だ。中継ぎとして50試合以上の登板経験があるのも風張蓮と黒木優太の2人だけ。それも一度ずつだ。もちろん現役の選手も多く将来的に開花する可能性はもちろんあるが、現状では藤岡と金村を除いてなかなか戦力になりきれていない。果たして渡辺はどうだろうか。そのバットに注目が集まる。一軍の試合に出られるチャンスは12球団の中で一番ある。13番目とかどうでも良いけど1位だし期待してる。そもそも、ドラフトで指名されて、活躍する選手の方が少数。下位に沈むチームのスカウティングがうまく機能していない、とか？西武のドラにもなかなかまずいよね。山川くらい。こんな掘り起こされたジンクスなんて大したことない。ソフトバンクの指名を考えて斉藤選手を1位指名したけど、本当は渡辺選手が1位でしょ？13番目の指名を活かせたかどうかは、その年の他チームの2位指名の選手と比べなきゃわからないよね。ドラ1でも成功率5割ぐらいだろうし、藤岡と金村いればいい方なんじゃないの？西武が指名しなかったら、カープが指名してたのに。カープは内野手より外野手の方がチャンスが多いから。各ドラフト順位ごとに比較したわけでもないし、優位差もない範囲だと思うけどね。1ゲーに引いてているから、最後の最後で指名した、活躍したら儲け物って感じかな。